はい、皆さんこんにちは、岡本一郎です。本日は2022年10月7日でございます。新潟駅にやってきました。1週間ぶりでしょうかね。金曜日はね、昼にものすごい長い休憩があったりする時があるんですよね。今日はなんと5時間、4時半までですね、11時半から4時半まで休憩すごくねっていう話で、新潟駅にやってきました。心が閉店してから、心のね、中央、東館、そして、本館ですね、その3店舗というか3箇所が、ね、閉店になったんですよね。それから早、そうですね、2週間くらい経ちましたかね。どんな感じになっているのか、またね、探っていこうと思います。そしてバンダイ側のね、工事の進捗状況なんかもね、見てこようかなと思います。雨がすごいです。傘を持ってるとやっぱちょっと邪魔になるんですよね。傘持ってこないんですよ、基本的に。なんでパーカー着てるんでフードかぶっては雨相当ザー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 ぶりで、天気悪いです、めちゃくちゃ。はい、そしてですね、こちら南口側のね、バスターミナルのところにある、工事されてる駅直下バスターミナルになる予定の場所。あ、天井の配管塗ってますね、高所作業車で。相当天井のね、配管とかが綺麗に塗られましたね。天井も塗られていて、配管もね、綺麗に塗ってるね、今ね。はい、奥に見えてるのはね、新しいエスカレーターですね。まあ、あれいつになったらね、乗れるのかちょっとわかんないけど、もうほぼできてる感じには見えるよね。楽しみですね。そしてこちらがね、現在のバスターミナルですね。大通りから入ってきてですね、そこでお客さんが降りるですね、降ろす場所、降車場ですね。で、降ろし終わったらぐるっと回って、真ん中がバスの待機場、そして各方向にね、行き先が決まってるところのバス停がね、乗り場がこっちですね。1番線、2番線、3番線、4番線みたいな感じになってます。これはね、その後もそのまま使われるのかちょっとわかんないですけど、やがてですね、ここをぐーっとバスが入ってきて、ここにね、バスが突っ込んでいくんですよね。そしてバンダイ側の方に抜けていくという感じのね、構造になってます。来年度中にはね、できるらしいですよ。まだ何月とかはね、決まってないっぽいんだけどね。非常にまあ楽しみなところね、進捗こんな感じ、かなりできてきましたね。バスがこう入ってきて、先ほど映してたのはね、向こう側、ね、バンダイの方から南口に来る側の方ですね。そして、バンダイの方に向かう側はこちら、ね、こういう格子のような感じになっててね、まあ、割と中がスカスカに見えてる感じですね。まあ、前回とそんな変わってないかもしれないですけど、ね、あの天井のね、こう天井の配管がね、こうペンキで塗ってるような形になりますね。だいぶね、見えますね。ここがね、この下がね、バス停とかになるんですよね。バス乗り場になってね、バスが行ったり来たりするね、話になります。非常に楽しみですね。もうね、バス普通に走れそうな感じではありますね、広い感じ。はい、そして駅の近い側にもね、新設のエレベーエスカレーターがね、もう設置されてる。まあ、ほぼほぼできてるような様子ですね。まあ、先ほどのね、映したものとこちらとね、同時に動かし始めるのか、ね、どっちか片っぽだけ先に動かし始めるのかちょっとわかんないですけどね。まあ、エスカレーター早くね、作ってほしいという要望がかなりあるらしいんでね。まあ、多分急いでね、こう作られてんだと思うけどね。現在こんな感じ。そしてですね、先月9月25日をもってですね、閉店になった心中央というね、場所でございます。ここはまあガチャガチャの専門店にガチャがあったところ。もうね、中は全然見えなくなってますね。その隣がローソンだけどもね、ローソンももうすべてね、中は見えない感じになってますね。中でまあね、改装工事が行われてるんだよね。外観も変わるのかちょっとわかんないですけどね。もうなんか中全然見えない。そして隣のブックオフも中は全く見えませんね。そしてお隣のモードオフもね、看板もすべて取り外されて、ね、
まあこの毛豆腐のね、このステッカーはそのままだけど中は全然見えない、ね、内側から多分プラダンが貼って、プラスチック段ボールみたいなのを貼ってある感じになりますね。そして看板は全て消されてますね。そしてここから新潟駅に前は入れてね、入れたエスカレーターがあったと思うんだけど、ここも入れなくなってるね。そうするとあのデッキのねエスカレーターを使うしかない感じになりますね、エレベーターか。はい、それでは雨ひどいね、雨がひどいです。10月7日中央のエスカレーターから上にね上がってみますよ。はい、2階に上がってきましたよ。2階に上がってくると小島屋そばがありましたね。隣には海鮮屋さん、これ電気ついてるね。あの全てね、この海鮮屋さんも小島屋そばもね、もう営業はしてないです。9月25日でね閉店してるんでやってないんだけどね、小島屋そばは聞いてるけど、海鮮屋さんはねあの看板ついてますね。はい、南口中央の入り口から入ると、中堅玉子が出迎えてくれます。そしてここにあったのはね小島屋そばですね。シャッターなんかついてたんだね。シャッター閉まってますね。残念ながら移転オープンが12日、まああと5日ぐらいでね、サイゼエリアの隣にね移転して営業が再開される模様ですね。そして全てが閉店になった東館、ここはシャガラというね、有名なラーメン屋さんがあって、隣が看板のついてた海鮮屋さん、そしてステラおばさんのクッキーですね。で隣は松清ですね、松清。そして向かい側はここ何だったかな、ここ何だったかな、まあ、あのアメンボとかがあったりしたんだよね、ラーメン屋さんとかがね。そして一番端っこがねこちらパン屋さんですね、ビドフランスがあった場所。そして向かい側はね、コーヒーショップのプロントですね。そしてその向かい側がね心本館ですね、田中屋の団子だとかね、丸屋本店、大阪屋、鹿島屋ね、まあ大体こういった感じのね、まあ新潟では本当有名どころのねお店が入ってたところでございますね。うん、こちらも全て閉店でございます。非常にね、まあ、この南口、まあ、非常に寂しい、ね、感じになりましたんですね。お店がほとんど、ね、終わっちゃいました。これって今日だね、今日オープンしたみたいですね、まあ、結構人が結構賑わってるからね、アマリアとかだからこの辺はだからやってるんだね。ちらっと見てこようかな。あの基本的にねこの心この本館はあの前、ね、まあやってた時は撮影禁止だったんですよね。なのでそっちの方に移った方もね、もしかしたら撮影禁止なのかもしれない。一応見てきますね、せっかくオープンしたんでね。新潟名店街、ケンタッキーの横にできたんですね。田中屋さんと丸屋本店がね表に出てて、まあ、裏の方には大阪屋さんだとかね鹿島屋さんとかがあるみたいですね。へえ、こんなところに作ってたのね、知らなかった。それではいつものようにね、東側連絡通路からね番台側の方に向かってみます。こちらが東側連絡通路の途中から見るね新しい新潟駅の展望台になります。どんな感じになってるかな。なんか最近はね結構勢いよく工事がね進んでる感じがある。あ、なんかお、すごい、なんか真っ平らになったね。ちょっと前までねそこにホームがまだあったんですよね。そしてまあね仮設の番台口がね、番台の入り口がここにあったんだけど、まあ、全て綺麗に、なくなりましたね。そこに通用口があってトイレがあってね、そして後ろの方にね8番線9番線に行くね通路があったんだけど、全て、なくなりましたね。そして下はね真っ平らといった感じですね。わあ、何から作られていくのかな、ね、そして現在の通路はあの真ん中に見えてるねジグザグになってる白い壁のね通路が現在の通路でございます。ダンプカーが行き来してますね。そして番台口があった時のね、昇降階段ね、ホームの方に向かう階段があそこに見えてますね。あれそのまま使うらしいですね。そして新駅舎の中もねちょっとネットが張られてから見えにくくなったんですけど、中にはね投光機が焚かれていてね、結構作業がね、着々と進んでる感じのね様子に見えます。そして裏側8番線9番線のホームと取り外されたレール、レールなくなったね。横にもうバラバラと置いてあったんだけど、枕木も外されて全てね、まあどっかに運ばれた感じになりますね。なくなってる。わあ、非常になんか寂しい感じはありますね。向こうでまだ作業が行われているけど、ね、バラストはそのままだね。とりあえずね、あの砂利はね。
そしてホームなんかもとりあえず今んとこ変わらず、で向こうでは作業を行われてるけど、もう見える範囲すべてレールと枕木はなくなってるね。でこちらが9番線側、8番線側を見てみましょうか。こちらお隣8番線、ちょっと風が強いね。ちょっと風切り音が入っちゃうけど、まだとりあえずホームとか屋根とかはねそのまんまですね。見える範囲ではもう枕木もレールもなくなってる。まあ、今度晴れた日はね、本当どこまでねレールが外されてるのかね、これ向こうの方まで追ってみようと思います。今日はねちょっと天気が悪いからね、ちょっと基本的には今日ね、室内だけをなんとかね通っていこうと思います。上には129系走ってきましたね。万代川に到着。万代川のね駅前の駐車場だった場所はですね、資材なんかが運び込まれてですね、工事が結構始まってる感じになりますね。ちょっと何の工事で始まってるのかいまいちこの今の状況では分かりませんけれどもですね、何か、動き始めたという感じですね。ずっとこのままねこれね本当に数ヶ月を何にもなってちゃったんでね放置だったんで、工事動き始めたというね感じでございますね。はい、結構雨が強くなってきたね。こちらが駅前の駅前通りですね。現在ね東大通り道端リビング実施中ということで、10月1日から始まって30日までですね、ベンチテーブルはどなたでも自由にお使いください。本当ね道の道路の本当にすぐ脇に、こういった、テラスみたいなのがね設置されている、でそしてキッチンカーがなんかが来てねなんか買って食べたり、ね、座っても食べれるのか、新潟2キロというね、そういう催しの一環なんだろうけど、今日は雨だからねちょっと切ない感じでございますが、こういった何が食べれるんだろうな、ドリンクメニュー、アルコール、ソフトドリンク、コーヒー、スイーツ、カヌレ、本日のライス、サンドイッチ、本日のスープとかがねあるみたいですね。ちょっと雨なんでね、駅に戻ります。10月30日までやってますよ。こんな感じのおしゃれな感じのね、スペースがあります。びっちょびちょだけど、今日はお客さんいないですね。こういった感じの催しですね。1ヶ月間ね、お試しでやってるような形ではありますけどね。賑わうときは賑わったりするのかな、週末はね、明日あたりから晴れればね、なかなかね本当にいい空間ではありますよね。新潟のロゴをバックにね、万代川のねバスターミナルとタクシー乗り場はね、以前と変わらずしばらくこの状態でね行くのかなといった感じでございますね。ひょっとしたら駅直下バスターミナルができるまでこのまんまかもわからないですね。こういった状況でございます。それでは、真ん中の通路からですね駅の方に向かって、直下バスターミナルのところをね作ってるところを見てこようかなと思います。こちらが現在の階段と、エレベーターですね。この向かって左側がね、バスターミナル、要はバス停に、ね、なる場所ですね。バスが通り抜けてね南口の方に向かっていく、予定になってる場所、どんでぐらい変わったかね。さっきね見てたのはね、最初に動画冒頭に見てたのはあの辺りですね。あの辺り、向こうのあの明かりのところあたりから見てましたよ。だいぶでもあの支柱の脇にね柵が設けられましたね。ねほらバスとかがぶつかってもねあのねあれがなんていうの、柱が傷まないようになんだろうね。ものすごいね丈夫そうな、多分鉄でできた柵のようなものがですね、橋桁の支柱のね周りを覆ってますね。あれを作ってたんだね、基礎からね。掘り返してる状態とかもねの時があったんでね、何作ってるのかななんて思ってたんですけど、これのことだったんですね。全ての多分柱の根元にああいったね、ガードが設置されてますね。そしてもともとあった万代口のあたりはちょうどあの辺、黄色いね重機が置いてあるねあの後ろあたりがちょうどね入り口だったところですね、万代口のね。はい、それではね反対側も見ていきましょう。なんか資材がごちゃごちゃ、だいぶ暗いね。たまにねそういう投光器をつけてね作業してるときは結構明るかったりするんだけど、今のところそうだね作業は行われてなくてかなり暗い。こちら側はねバスが通ったりするわけではないんでね、とりあえずこの柱の根元には、ここは多分設置されるね。こっちもなんか通るのかな。バスはね僕の今いる背中側、
背中側の方だと思うんだけど、こっちももしかしたらこれで、あのガード作られるかもしれないですね。こっちも通るのかな。ちょっとこっちのね予定は僕分かんなかったけども、基本的にはこちら反対側ですね。こちら側のその支柱が設置された柱の手前と向こう側、ね、手前がおそらく南口からバスがやってくる方、そして向こう側が南口の方にね、まあ、左側通行だからね、向かう方だと思います。そしてあそこね、斜めに見える階段のようなものは多分ね、新築されるエスカレーターでございますね。そしてもう一機あるエスカレーターはちょうどこの階段の真裏あたりになりますね。ちょうど見えないけれども、そういった感じでございます、少しずつ進んではいますね。ね、これやっぱ本当バスが通るからね、ぶつかってもまあ、相当ぶつかることないんだろうけど、ぶつかってもね、あの橋桁に気が、あの柱にね傷がつかないようにね、ああいう風になってるんだと思われるけど、ね、かなりごつい、ね、ガードでございます。久々にね、駅の中も今日は行ってみましょうか。今ね、新潟2キロのね、フラワーフェスタみたいなのやってるみたいですね。すごい花壇がね、こうやって室内ですよね、置いてあります。とても綺麗ですね。何の花だろうな、結構洋風の綺麗な花でございますね。すごく綺麗。はい、 J1 昇格、 J2 優勝へね、書いてありますね。楽しみですね。今年はね、 JR 東日本全線で、ね、乗り放題切符が発売されます。10月14日から10月27日まで。まあ去年ね、僕ね、西日本のパスを買ってね、やっぱり2万円ぐらいだったかな、2万2000円かだって、ね、それでね、九州とかね、大阪とかいろんなところに行ってきたんだけど、今年はね、 JR 東日本でこういうのがね発売されてます。ものすごく行きたかったんですけどね、なかなか今回はね、簡単にね3日間休みを取れるほどね、なかなかそういった会社じゃないんで、なかなかちょっと取れなくてね、今回は行けなかったんだけども、ものすごくお得、22,150円でね、まあ、新潟から出発したらね、青森とかね、北は青森、南は、静岡だったかな、静岡のあたりまで行けるね、新幹線も乗り放題、指定席は4回まで取れる、ものすごいいい切符ですよ、ね、本当に僕もねこれ行きたかったんですけどね、今年はちょっと、見送りでございます。まあちょっとかなり久しぶりにね、今日は中に入ってみましょう。入場券を買いますよ、150円。お取り出しにご注意ください。はい、はい、中に入ります。結構久しぶりですね。まず在来線1番線ホームから行ってみましょうか。金曜日の新潟駅、まあ駅のね外の方が結構ガヤガヤね、してた感じはあるけど、まあ、工事してる関係のせいもあるかもしれないですけど、中も割と閑散としてるね。とりあえず1番線に行ってみましょう。だから一番最後にできたね、新しいホーム1番線に行ってみます。かなり久しぶり、あ、久しぶりに来ましたね。ちょうど電車が来るんだろうね。結構ホームは混んでる。久々にね、構内まで上がってきました。まあ非常に綺麗ですね、在来線のホーム。1番線からまあ5番線なのかな。うわー、なんか本当に見違えるようにね、綺麗になった新潟駅、高架化されてね、まあ、結構経つんだけどね、ほんとまあずっとね、新潟駅はね、ほんとまああの新駅舎が建つ前、旧駅舎を壊し始める頃からね、ずっと撮影してますんでね、過去動画ぜひね、なかなか面白いですよ。見ていただけるととても嬉しく思います。1週間に1回ぐらいはね、少なくとも撮ってるんで、撮ってきたんでね、こんな感じ。いや、できましたね。129系が入ってきましたね。もう今はね、もう本当にあれしか来ないような感じなんでね、たまにまあ GV とかキハも来るんだけど、まあほとんどでもこれですね。色編成とても短いやつが来ましたね。まあほとんど今はね、越後線も白新線も、まあ新越線もすべてもうこればっかりでございますね。129系、乗り心地はいいんだけどね。そして白新線も入ってきましたね。これも129系、一気にみんな乗りますね。村上の方も電車で行くのもなかなかいいかもしれないですね。行ってみたいなと思う。
それではせっかくなんでね、新幹線ホームにもね行ってみます。まあこの在来線のホームから新幹線ホームはね2時間以内だったら何回でも行ったり来たりできますからね。この入場券はね、あの紙の入場券じゃないとねこのね新幹線ホームには入れないんでね。今あの入場券としてもねあのスイカなんかもね行けるんだけど、新幹線ホームに入れないですよね、未だにね。実はこのね新幹線改札内のニューデイズがね品揃えが多くてね、お弁当なんかも非常に充実してます。だからねあの駅弁アンギャなんていう動画を僕何本も出してるんですけど、そこのねこの映画、駅弁アンギャの動画をね作るときは大抵ねここで買います。ほら今ねこの上越新幹線開業40周年記念弁当が売ってるんだね。2種類ありますね。2種類いや非常にこれ買ってみたいね。後で買っていこうかな。どっちか片方がねおにぎりみたいになってんのかな。片っぽは鮭だね。右の方のね開業40周年記念弁当、まあどっちもうまそうなんだけど右の方がうまそうだね。後で買ってきます、はい、とりあえず14番線端っこのホームにね上がってみようと思います。新幹線いないかな。僕ね新幹線見るのが大好きなんですよね。ところが新幹線今ね、向こう端のホームに1台いるだけだね。ああ11番線に E7 系がいるっきりですね。僕たちあの、時刻表とかあんまり把握してないんでね何とも言えないですけれども、まあ、2時20分にね E2 系がね行くのは分かってるんだけど E2 系何時に入ってくるんだっけな、現在こういった感じ、後であの近くでね E7 系取ってそれでねおー1台来た。やっぱり E7 系ですね。 E7 系が来た感じ、E2 系はねもうおでこの方におでこのあたりにライトがついてるからね、まあ、来るとすぐ分かる。はい E7 系 F31 編成が入ってきましたね。新潟止まり東京から来た新幹線です。かっこいいですね。新幹線で旅したいなと思うんで、あのやっぱり JR のね東日本の乗り放題切符は本当買うべきだったなと思うんですけどね、お休みがなかなか取れないですよね。到着です。319号、はい、11番線にやってきました。この16両編成のねこのマークはまだ、ね、普通に残ってて電気もついてるんだけど、なんと久々に来たら足元表示はね消されてましたね。とうとうマックス完全に消滅ですね。ちょっと前まで残ってたんだけどねマックスのね16両編成のマークもあの乗り場位置もね、残念ながらね、全部消されてるね。一つ残らずマックスは足元表示、ちょっと前まで本当厳備新幹線も残ってたぐらいなんだけどね、厳備新幹線の動画もね過去に上げてます。ぜひね、過去動画なんかも見ていただけるととても嬉しく思います。11番線止まったのね32編成ですね。かなり綺麗な車両でございますね、まあ、僕も結構久しぶりに来たっちゃ久しぶりに中には来たけどね、わあすっかりなくなってるんだね。ちょっと前までマックスあったんだけどね、残念でございます非常に。はい、それではね最後にねちょっと長くなりましたけど、西側連絡通路からのね、工事の状況で見てね、動画終わりにしたいと思います。はい、こちらはね駅旅コンシェルジュ前、ね、新潟2キロのフラワーフェスタやってます。今月いっぱい10月30日までですね。いろいろなんかイベントあるみたい。コケテラリウム、コケテラリウムとかやってるみたい、やったりするみたいですね。こんな感じ予定が書いてあります。ちょっと見てみたいね、いろいろね。今こんなね感じのフラワーアレンジメントというんでしょうかね、こういったものが飾られてます。ここねやがて通路になるんですよね、南口の方に抜けられる、おそらく通路になる場所もうだいぶできてきてるっぽいね。こんな感じでございますよ。こちらが西側連絡通路。わあみんなこれなんかねプラスチック段ボール貼られて全然見えなくなっちゃったね。残念ながらもう全然見えない、外に出たところからしか見えない感じになりますね。やってきました、西側連絡通路から見る駅の進捗状況でございますね。まあ、パッと見はほとんどできた感じ、ね、まあそのね駅の前にデッキがねペストリアンデッキができるんでね、もうずらっとまあデッキだね、ペストリアンっていうかまあもうダーッと伸びるんじゃなくてそこだけにこうね歩ける南口のような感じのデッキができるらしいですね。
とりあえずまだ基礎とかもね、支柱とかもまだできてない感じではあるけど、これからそういったものもね、だんだん作られていくんだと思います。今のところとりあえずさら地ですね。まあ何箇所かね、まあ、砂とか砂利とかがね、盛り土してあるって感じですね。何に使うのかわかんないけど、あとはすべて鉄板を敷いてありますね。まあ、重機やね、ダンプカー、ね、トラックなどがね、入ってこれるように鉄板敷いてあります。こんな感じ。中なんかもね、結構工事、まあ着々と進んでる感じには見えますね。資材なんかが日に日に増えていく感じではあります。こういった状況でございます。西側連絡通路、そして、まあ、バスターミナルですね。この辺は特にね変わりなしでございますね。雨がね結構すごい今日はね、こういった感じでございます。さて、ね、仕事に戻ろうかな。はい、いかがだったでしょうか。2022年10月7日新潟駅進捗状況、まあ日に日にねいろいろ変わっていくのが非常に面白い感じでございます。まあ1週間に1回、まあたまに2週間空く時もあるんですけど、可能な限りですね、暇を見てですね新潟駅の動画はですね撮影しに来ようと思うんで、ぜひねもうちょっとこっちが見てみたいとかね、もうちょっとあの辺が見てみたいとかね、リクエストございましたらぜひねコメント欄からね、ぜひ入れていただけるととても嬉しく思います。ぜひそしてね、今後もねこうやって撮っていきますんで、ご興味ある方はチャンネル登録、グッド評価等々、ね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、別のね全然あの新潟駅と関係ない動画、魚釣りだとかね、どっかに行くだとかね、なんか食べるだとかね、ラーメン食べるだとか、そんな動画もたくさん上がってますんでね、ぜひ過去動画なんかもねぜひ再生していただけるととても嬉しく思います。はい、というわけで私、仕事の途中で、こういったことをしてますんで、これからですね、職場に戻って、今買った、ね、お弁当を、ね、駅弁をね、駅弁アンギャっていうね動画もたくさん上がってますんでね、これからまた撮りますんで、そちらの方もですねぜひ、ご覧いただけるととても嬉しい。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。